山川穂高さん祖父番にも西武にも居場所がなくなりそう。残る FA 戦線の大物といえば西武、山川穂高内野手。新たな問題が浮上するとなれば球団が受けるダメージも大きい。より慎重に調査を進めているとみられる。またネックとなっている背景にはファンからの反応も影響していそうだ。他球団の主力選手を FA で獲得して補強するという手法、さらに山川が起こした不祥事の影響も相まって、山川獲得には未だ逆風が吹いているのが実情だ。古巣の西武でもすでに大砲候補の調査に動くなど、山川抜きのチーム編成は着々と進んでいる。お家にはあるの？不起訴なのになんでや。女性問題は厳しいわね。バイト先のホークスファンのおばはんたちも山川への拒絶反応がすごいわ。不合格倍。中日にもなくなる。これは戒め水。どっちにも嫌がられるババ抜き状態やんて。ガチの戒めになっとるやん。格安の契約金で中日入団こそ戒めの FA 席や。西武にお帰りしたら無償トレードでも放出されそう。そのくらい拒否反応がすごい。ビシエドをトレードで取るという最終手段ができたからな。でも年末あたりにひっそりと獲得するんでしょ。残留すればええやろ。トラブル起こしたやつはまたやる可能性高いからな。そら慎重にもなる。FA で行き先なくなったら獲得するって算段やろ。かわいそうな悪を救ってやる。イメージが悪すぎる女性と子供来なくなるわ。候補だった背番号33も先に埋めたもよう。不起訴やからどうこうじゃなくてイメージ悪すぎるもんな。ソフトバンク確実やろ。批判かわすためにギリギリまで悩むふりしとる。西武残留だと謹慎継続らしいな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。